宇宙紐は物理学、特に宇宙論で言及される時空の中の特殊な領域、コズミックストリングとも呼ばれる。時空が相転移する際、全体が一斉に相転移するのではなく、複数の領域がそれぞれ個別に相転移することが考えられる。その場合、領域の境界には異想的欠陥ができ、その部分は通常の時空とは異なる状態になる。 これは通常の物質が結晶になる際に結晶粒子の境界に格子欠陥の一種である結晶粒界ができる現象と類似したものと考えると理解しやすい。宇宙では宇宙誕生時には一つだった基本相互作用が四つに分かれその間に少なくとも三回の相転移があったと考えられている。そして実際の宇宙では因果関係が成り立つ範囲、つまり 高速で情報が伝達される範囲内でしか一様な相転移は起きない。つまり、距離の離れた領域は別々に相転移が起き、そのため、宇宙には常述の位相欠陥が残されている可能性がある。位相的欠陥には、宇宙紐以外にドメインウォール、モノポール、テクスチャーなどがある。宇宙紐は線上の欠陥で時空に角度欠損ができ、 その周囲を一周する角度は360度未満となっている。また、宇宙紐は非常に大きな質量を持っている。そのため、初期の宇宙で密度揺らぎを起こし、宇宙の大規模構造の原因となった可能性が指摘されたり、ダークマターの候補と考えられたりした。ループ上の宇宙紐は重力波の形でエネルギーを放出しながら崩壊していく。 この重力波エネルギーが宇宙の進化に与える影響などから宇宙紐の存在量が見積もれないかなどが研究されてきた。しかし、プリング・ウィズ・マップによる宇宙背景放射の温度揺らぎの解析結果から宇宙紐の寄与は少ないことが分かった。宇宙紐が存在したとしても宇宙論に与える影響は少ないようである。ありがとうございます。